メアリー・オブ・テックは、イギリス・ウィンザー・アーサの国王・ジョージ5世の王妃。ドイツのビュルテンベルク王家坊家の出身で、ハノーバー・アーサのイギリス国王・ジョージ3世の彦で、ビクトリア女王の呪名にあたる。エドワード8世、ジョージ6世の母、現女王エリザベス2世の祖母である。ビュルテンベルク王・フリードリヒ1世の弟、ルートビヒの孫であるテック公、フランツ・パウルとケンブリッジ公爵。 アドルファスの次女メアリー・アデレードの間にロンドンで生まれた。大母はビクトリア女王で、ファーストネームのビクトリアは女王時期時期に与えられた。愛称はメー。メーの父方の祖父アレクサンダーは、既戦結婚により、借位や収入はなく、父フランツがイギリスの王族であるメアリー・アデレードと婚姻したことでテック校の地位を授けられた。母。 メアリー・アデレードが、重子、ビクトリア女王から与えられた年金5000ポンドが、一家の収入であり、裕福な家柄ではなかった。少女時代は、派手好きな両親が作った借金が原因で、イギリスより物価が安く、自身の親戚が住む、諸外国を転々とする生活を送っていた。しかしこのような生活から、ヨーロッパ各国の文化に接する経験を多く重ね、 芸術方面に深い造形を持つこととなった。特にイタリアのフィレンツェに住んでいた時期は、多くの美術館や教会などを訪れ、同国の先進的な文化や芸術に接する貴重な機会となった。1892年撮影、婚約者エディとビクトリア女王の配慮により、1885年にイギリスへ戻ることのできたテック家は、リッチモンドパークにある、 ホワイトロッチに定住することとなった。王太子アルバート・エドワードの長男で、次々大の国王を止めとされていた、クラレンス公アルバート・ビクターは、ヘッセン大公女、アリックスやフランス国王の末裔、エレーヌ・ドルレアンに失恋し、演談がまとまらなかった。そこで、ビクトリア女王は、エディの幼馴染みであり、女王も気に入っていたメイドの婚約を整えさせた。 二人は1891年12月に婚約し、翌1892年2月27日に結婚する予定だった。ところが、サンドリンガムハウスにおいて1892年1月7日に、狩猟の帰りから体調を崩したエリは、翌8日の誕生日を祝ったのを最後に病床に付し、インフルエンザと肺炎を併発して1月14日に急性した。 自定のジョージ・フレデリックは、同年5月24日に、女王誕生日除訓により洋服校、インバネス伯爵、キラーニー男爵に除釈され、名実ともに、王位継承者とされた。突如として、王位継承者になったジョージは、若くして、婚前未亡人となった名を気遣い、兄ィから引き継ごうと考え、これは女王とも同意見だった。1893年5月3日、 ジョージは、妹ファイフ公爵夫人ルイーズ王女の邸宅で、メイに求婚し、メイは受諾した。メイの花嫁道具等は、母方のおば、アウグスタの突入先である、メクレンブルクシュトレーリッツ大公家が苦面した。同年7月6日、セントジェームズ宮殿の王室礼拝堂で、二人は、結婚式を挙げた。結婚後、サンドリンガムに定住した二人は五男一女を設けた。長男には、 女王から亡きアルバート王廃から、アルバートとつけるよう要望があったが、亡きエディから、エドワードを、宣令名とし、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズすべてからの守護聖人を名付けた。次男は、アルバート王廃の命日に誕生し、アルバートと名付けた。ジョージは、奔放な父、アルバート・エドワードとは異なり、愛人を作らず、円満な家庭生活を送った。 気丈な性格で、良くも悪くも、王室のしきたりを固くななまでに守り続けた名は、五十と目のファイフ公爵夫人ルイーズやシュート目のアリックスとは、価値観や性格の不一致から不仲だったが、ビクトリア女王やエドワード7世など、王族の人間からは、信頼を寄せられていた。20世紀が開幕して、早々、1901年1月22日に、ビクトリア女王が崩御し、 その長男であるエドワード七世が即位した。ジョージはプリンス・オブ・ウェールズ、名はプリンセス・オブ・ウェールズとなるはずであった。カナダ訪問の公式日程表の表紙上を放擁に先立つ1901年1月1日、英国の植民地だったオーストラリアは6つの植民地が統合された連邦として自治権を与えられており、その第一回目の議会開会式にジョージは 女王の名代として臨席する予定だった。オーストラリアの保守政権の強い要望によって、法合は予定通り行われることとなり、ジョージとメイは女王の葬儀にも参列しないまま、同年3月、オーストラリア及びニュージーランドやカナダも含む海外自治領への旅に出発した。夫妻は11月1日に帰国し、11月9日の国王誕生日に、ジョージは、 正式に大太子に除された。大太子夫妻は、1905年10月から翌1906年3月まで、インドを訪問した。1910年にエドワード7世が崩御すると、夫妻は、ジョージ5世国王と、メアリー王妃となった。名は、ファーストネームのビクトリアを用いなかった。1911年撮影、戴冠式に再始1911年6月22日。 ジョージ5世夫妻は、戴冠式を執り行った。さらに、ジョージ5世の提案により、新たに、インド帝官を作成させた上で、翌1911年12月12日に、デリーで、戴冠式を執り行った。メアリー王妃には、デボンシャー皇爵夫人、イブリニア神出付き女官、シャフツベリ伯爵夫人コンスタンスらが同行し、大掛かりな訪問となった。 翌1912年は、アイルランド独立問題が表面化して、外遊はなく、翌1913年5月14日は、ドイツ皇帝ビルヘルム二世の長女ビクトリアル・イーゼ、王女の結婚式のためベルリンを訪問したが、公式訪問ではなかった。1914年4月に、ジョージ五世は、初の公式訪問先に、英仏教唱10周年記念として、フランスのパリを選んだ。 外国語や外交の苦手な国王をフランス語に感動なメアリー王妃が支えた。1917年撮影、西部戦線に近いトラムクールにて、ベルギー国王アルベール一世、エリザベート王妃と共に、ジョージ五世の外交デビューからほどない、1914年6月28日、オーストリア・ハンガリー帝国の定位継承者、フランツ・フェルディナント大公が、 セルビア人青年に暗殺された。フランツフェルディナント大公の妻ゾフィは、帰戦結婚により、ヨーロッパ各国で王族としての処遇を受けられなかった。英国も、ビクトリア女王の法御以来、葬儀や大冠式で冷淡な扱いをしてきたが、1912年と1913年の大公夫妻の法営時に、ジョージ5世とフランツフェルディナント大公が打ち解け、また、 メアリー王妃も自身の出自からゾフィを交遇したところ、同国との関係は改善の兆しを見せていた矢先だった。事件後、ジョージ5世は、重慶ウィルヘルム2世や重帝ニコライ2世との間に入って対立の激化を止めることはできず、同年7月28日にオーストリア・ハンガリー、帝国はセルビアに宣戦復刻した。各国の同盟関係をもとに、 英国も三国協商側で参戦が不可避となりつつあった。8月2日、ドイツ帝国はベルギー王国を通過する旨を通告する。翌8月3日夕方、英国は参戦派のエドワード・グレー外相の演説が喝采を浴び、同日夜には国王夫妻及びエドワード王大,大使がバッキンガム宮殿のバルコニーに立って国民に答えた。 8月4日夜、イギリスはドイツに宣戦線復刻した。第一次世界大戦は、総力戦として、戦争様相を一変させ、ヨーロッパ中で王室の存在意義や能力が、問題視されるようになり、ドイツのホーエンツレルン家やロシアのロマノフ家、バイエルンのビッテルスバッハ家、オーストリア・ハンガリーのハプスブルク家など多くの王家が、没落の道を歩んだ。イギリス王室も、 国民が嫌をしてやまない、ドイツの出身ということもあり、一時は他の王家と同様没落の一途をたどるものと思われていた。しかし、ジョージ5世は国民の判だろうと失踪剣役に努め、国民の支持を受けた反面、反独感情が高まりを見せた。第一海軍教のルイス・バッテンベルクは、ドイツ系の出場を理由に解任された。翌1915年には、 世論の高まりを受けて、ドイツ皇帝らのガーター騎士団員としての資格を、剥奪、さらに王家の加盟を、ドイツ由来のサクスコバーグ号竹から、王宮のウィンザー城にちなんで、ウィンザー家に改名した。同様に、ルイス・バッテンベルクは姓を、英語のマウント・バッテンに改め、メアリー王妃の実家であるテック家も、称号を放棄し、新たに、ケンブリッジ公爵に上された。また、 外国の王室との婚姻を使用するなど、ナショナリズムを意識した王室の意向を大々的に宣伝し、王室を国民の結束を呼びかけ続けた結果、国民の熱狂的な支持を得ることとなり、王室の地位は盤弱なものとなった。メアリーも夫の意向に積極的に同調し、父方のドイツ系の血筋を否定する一方で、 母方のイギリス系の血筋を全面的に押し出して、夫の国政運営をサポートし続け、軍人や死傷者たちに直接面会して、親しく慰め続けるなど、王妃としての責務を誠実なまでに実行した。短期で粗暴な性格だった夫が、国民の王として親しまれ、尊敬されたのも、メアリーによる、このような内助の功があったからだと言われている。 王の万年が病気がちになると変わって日記を清書するなどした。また総力戦の結果、男女分け隔てなく広範囲を対象とした勲章として、1917年に創設された大英帝国勲章は、後にメダルのデザインが変更され、国府ジョージ五世と共に国母メアリー王妃が刻まれている。長女メアリー王女は1922年に、 ヘアウッド伯爵と結婚し、円満な家庭を持った。そのメアリー王女の結婚式で、花嫁海添人を務めたエリザベスが、次男、アルバート王子と1923年4月に結婚した。アルバートとエリザベス夫妻には、1926年に、長女、エリザベス王女が誕生した。三男ヘンリー王子は、スコットランド貴族の霊場アリスと結婚した。唯一、 四男ジョージ王子のみが、ギリシャ王家のマリナ王女と結婚し、王族を日に迎えている。国王夫妻が築いた円満な家庭は、1921年に英国を含む欧州各国を訪問した日本の皇太子、ヒロヒト新郎にも強い印象を与えた。しかし、長男エドワードは、いろいろな女性と浮き名を流し、王位継承者にふさわしくない振る舞いが続いた。ジョージ五世は、 40歳になっても、独身のままのエドワードよりも、次男アルバートとその娘エリザベスへの継承に期待をかけるようになっていった。ジョージ5世の肉体的な衰弱は著しく、1936年1月20日に、サンドリンガムハウスで崩御した。メアリー王妃は、日記に、エディとジョージ兄弟の死に、同じ場所で立ち会った、胸を記した。また後年、ジョージ五世の崩御が、 メアリー王平の同意を得た安楽死であったことも公表されている。孫のエリザベス王女、マーガレット王女と共に、夫ジョージ5世と死別し、長男エドワード8世が大いに着くと、メアリーは王太后となったが、王室に及ぼす影響力は相変わらず強いままだった。王太后としての責務を重要視し、中でもイギリス王室の品位を汚すような言動に対しては、 自身の子供たちに対しても極端なまでに厳格な対応を取るようになった。特にエドワード8世が最終的にウォリス・シンプソンと婚約する意思を表明し、結婚に対して国中から強い反発が湧き起こった際には彼の大位に相当なまでの影響力をかけたことは都に有名である。他にも、生来病弱な上に、 きつ音の障害を抱える次男ジョージ6世に対して、国民から国王としての適性を不安視する声が上がったり、三男グロスター校ヘンリーが同性愛者であるとの疑惑が浮上したりするなど、子供たちに関するスキャンダル等への引けしにも強い態度で臨み続けた。また、未亡人となった王妃は、新王の戴冠式には出席しないという王家の不分率を破り、 ジョージ6世の戴冠式に出席した。第二次世界大戦中、空襲の激しいロンドンや、息子ジョージ6世の家族が週末を過ごすウィンザー城を、酒、メイ、メアリーの突入先である、暴法男ヘンリー・様セットの居城バドミントンハウスへ、避難していた。戦後、1952年2月6日に、次男ジョージ6世が放御した。孫娘のエリザベス2世が、 女王に即位して、エリザベス王妃が王大号となり、太陽大号となった、メアリーの落胆は大きく、国民にもその悲哀が伝わるほどだった。翌1953年3月24日、同年6月のエリザベス2世の戴冠式を見る、ことなく、満85歳で崩御した。後列左から、アルバート、ヘンリー、エドワード前列左から、ジョン、メアリー、 ジョージ1935年発行のにカナダドル紙幣に肖像が使用されているメアリー王妃の紋章。ありがとうございます。